前回の動画に関しまして、皆様には本当に申し訳ないことをしたと思っております。この度は誠に申し訳ありませんでした。どうもジョージ・アール日野野口です。逆にすみませんでした。全くもってね、深刻ではございません。まあ深刻といえば深刻なんですけれども、正確にはね、まあ今までと変わらない。そう、この度ね、この度稽古場が閉鎖されてしまいました。いや、僕はね、ここジョージアっていう国で日本人で初めてジョージア民族舞踊の舞台に立ったダンサーとして活動をしているものなんですけれども、前回の動画ね、見ていただけましたでしょうか。まだの方はね、チャンネル登録をしてぜひぜひ見ていただけたらなと思うんですけれども、そう、前回の動画でね、ようやく半年ぶりににね、稽古場が再開されたっていうことをね、報告させていただいたんですけれども、早い早い、もうね、1週間も経たないうちに稽古が中止になっちゃいました。まあ今日はね、その経緯とか、日本と比べた現在の海外の状況、ジョージアのね、状況とかを伝えていけたらなと思います。それではやっていこう。そう、稽古場がね、閉鎖されてからというもの、半年が経ったんですけど、ジョージアのね、各営業施設とかの規制解除レベルはね、6段階に分かれておりまして、僕らね、このダンスカンパニーとか、大人数が長時間同じ場所で一緒にいるっていう空間は、その最終段階、いわゆるステージ6ということなんですけれども、半年かけてね、ようやく再開がされたわけなんですが、でね、前回の動画を見ていただけたら分かるんですけど、久しぶりの稽古にね、みんな再開を喜んだり、まあなんとも幸せな日だったんですけどね、1週間も経たないうちにね、再び稽古場が閉鎖されてしまいました。この動画の1個前の動画を撮ったのが10月12日の月曜日、その次に全体稽古があるのが水曜日だったんですけど、この日がね、ジョージアの祝日で稽古がなかったんですよ。で、次の全体稽古が金曜日10月16日、僕の誕生日です。まあ言ったらね、講師の人しかいなくて、あれどうしたのって聞いたら、残念だが閉鎖だって言われちゃってね。でもね、別にカンパニー内に感染者が出たとかそういうことではなくて、最近ね、ここジョージア国内でも第2波っていうんですか、感染者がね、1日1000人近く行ってしまうっていうね、結構な爆増具合でして、まあロックダウンとまではいかないまでも、ちょっと警戒レベルを引き上げようかなという、まあひとまず10月いっぱいはこういうダンスカンパニーの稽古はなくなってしまうという状況ができてしまいました。まあ一応ね、11月から再開しますとは言ってるんですけどね、まあそれもちょっとどうなるかは分かんないですね。それに関してはね、ちょっと全く予想ができない。まあ今日はね、何をするっていうわけでもないんですけど、ちょっとね、生活必需品であるワインが切れてしまったので、今から買ってまいろうと思います。というわけでね、帰ってきたんですけれどもね、そう、ジョージアはですね、8000年の歴史を誇るワインがね、とっても有名な国なんですよ。僕のおすすめはね、めっちゃ安価で手に入る八百屋さんの生ワイン、これがね、美味しいんですよ。まあそれは高級なジョージアワインには負けちゃうんですけど、さあというわけでございましてね、これはね、とある知り合いの受け売りでね、僕がとっても感動した言葉だったからこの場で言わせていただくんですけれども、その人はね、芸術家家系でご両親ともにね、芸能に携わるお仕事をしている方なんです。その方が言うにはね、芸術家はね、この活動の停止を余儀なくされた時こそ何か活動をしなければいけない、この何もできない時にね、何もしないでいると芸術っていうのはなくていいものになってしまう、あってもなくても同じものになってしまうと。これ素晴らしいお話じゃないですか。何もできないからってただの休みにしてしまってはね、この芸術っていうのは生活の中でいらないものになってしまうんですよ。だからね、そうならないために、もう何にせよ活動をし続けることが大事ですと。これを聞いてね、僕思ったんですよ。この YouTube やっててよかったなって。多分ね、この動画を作るっていうことがなかったら、もう僕みたいなもんはね、この状況何をしていいかね、ちょっと分かんなくなってるかもしれなかった。なのでね、こんな状況だからこそ、ジョージアとジョージア民族舞踊のことを僕はこの動画を通して
皆さんに配信していく、これこそがねアーティストとしての僕のやるべきことなんだと思います。これからもね芸術に携わる活動を止めないために動画で発信をし続けていきたいと思います。まあ僕が発信することと同時にねこのチャンネルを見てくださっている皆さんがいることによって成立していますので、これからもジョージ・アール・ヒを温かく見守っていただけたらとっても嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次回、グッドガモイツルアール・ヒ、チャンネル登録お願いします。バイバーイ。